めっちゃ遠い。リルキー釣りチャンネル、旦那です。今日も妻と二人釣り始めていきたいと思います。現在の天候は曇り時々雨、気温は10度で水温は21度です。まあまあの風が前方から吹いてるんですけど、海の方はそんなに荒れてないですし、あとここ最近の気温が平年を下回っていて魚の活性が下がってそうなんですけど、雨上がりということで魚の警戒心は薄れてそうですし、釣りをやるにはまずまずといった感じですかね。で、今日の仕掛けですけど、雨上がりということでアピールを上げてやっていこうと思いまして、妻は毎度おなじみの発光プランクトンでハリ8号ハリス2号と UV のスイッチライト、私はハヤブサの小足線化夜光スキン、ハリ8号ハリス2号と6色発光の水中ライトを使ってやっていきます。で、そして今回も沈むという明るいを使うのと、ハピソン UV 蓄光器をサビキに照射して、さらにカゴにつけた針にアサリの切り身をつけて超過を上げていこうと思います。あと妻だけなんですけど、視認性と飛距離アップを狙ってカゴ釣りで使うような羽をこんな感じでつけております。ここ最近の冷え込みが吉と出るか凶と出るか、超過の方が楽しみですね。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは電球機渚引き始めていきます。ゴーゴー。やりました。つまりいきなり1投目から豆味味ダブです。いや、今日はちょっと豆パラの予感がしますけどね。3連チャンですね。2回目はバレちゃったみたいですけど、無事確保できました。サイズは15センチぐらいです。割と当たってますね。サイズはまだまだ小ぶりですけども、これから上がってくるんじゃないですかね。出だしはいい感じです。よいしょ。
といてない。あ、サバちゃん。いや嬉しいですね、マメちゃんばっかりだったんで。妻デカサバゲットです。サイズは25センチ。よいしょ。こいつは塩焼きにしましょうかね。めっちゃ入った、めっちゃ入った、めっちゃ入った、めっちゃ入った。あ、出てきた。おお、マジフォース。ハピソン荒磯用サンゴの浮き改良版の検証テストをやってきております。こちらはですね、炭酸電池日本仕様なんですけども、それを、まあ、電池スペーサーって言って炭4を炭酸に変換するものがありまして、こちらを使ってですね、浮力バランスを浮き8号まで持っていけそうなんで、実際に使えるかっていうのを試しております。さらにこちら赤色に光る浮きなんですけども、 LED を DIY でブルーに乗せ替えましたので、どんな感じに映るかを見ていきたいと思います。ダメでした。ようやく余計足上げと。サイズは25センチ。下の方。
上田さん、こんな感じ食べたかったよって感じ。自分で釣った味でもちろんやったけどね、それがいいとよ、多分それがいいかな、自分で釣ったやつでやらんとね。嬉しい、ゴミ泳がせての超過です。ひまのちゃんありがとう。サイズは22センチくらいかな。接触が悪くなりました。まあプロトタイプなんで仕方ないですかね。沈むと色が変わる時に戻してやっていきたいと思います。あ、だったった、入りきらんね。入らんかったけどな。20センチオーバーは3匹ぐらいですかね。で17センチぐらいのやつが数匹、あとほとんどがこちらの15センチクラスのアジシャンです。最近のお決まりや。立山です。今日の釣果はご覧の通りです。両家の姿はあったんですけどね、今日はマミパラに飲まれちゃった感じでして、まあ魚種には恵まれましたし、いい釣果になりましたかね。それにしてもこの時期にマミパラダイスっていうのは想定外の結果でして、持ち帰りの量をかなりセーブしたんですけど、とても食べきれそうもないんで、食べる分だけを確保して、あとはご近所さんにお配りしたいと思います。カマンベールチーズちょうど冷蔵庫あるから、うん、カマンベールチーズのアヒージョにしよう。カマンベールチーズのカマンように喋らなきゃいけない。
料理の完成です。アジのお作りとカマンベールアジアヒージョに南蛮漬け、サバちゃんの塩焼きとアラカボちゃんのお味噌汁に締めのアジ茶漬けになります。いやー、カマンベールだけに噛まずに入れてよかったですね。旬のアジちゃんは身がプリプリで脂が乗ってそうで、湯通ししたアジちゃんは優しい香りがしてますし、アラカボちゃんのお味噌汁もいい出汁が出てそうで、早く吸って食べて味を確認したいですね。じゃあ今夜はこちらの金色のやつを飲みながら休日の夜をのんびり過ごしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それとチャンネル登録、いいね、コメント、 Twitter、Instagram のフォローいつもありがとうございます。あとセカンドチャンネル裏リルもよろしくお願いします。またね。